ブンブン。ハロー YouTube。どうも、マサルです。今回は、ユミデジの最新スマートフォン、ユミデジ S3 Pro の販売が、国内公式ショップの方からスタートしましたので、ご紹介したいと思います。このユミデジ S3 Pro は、海外でもまだ最近発表されたばかりの新型モデルで、ソニー製の4800万画素のセンサーをカメラに使用しているということが話題のモデルでもあります。以前もユミネジ S3 Pro の販売がスタートしていることはお伝えしましたが、その際は並行輸入品を扱っている業者からの販売でしたので、通常価格よりもやや高い価格で販売されているのが欠点でした。今回はユミネジ公式ショップの方からの販売となりますので、価格は約3万3000円ととてもお手頃なのが特徴です。では改めてユミネジの最新モデル S3 Pro のスペックを紹介すると、次のようになります。参考までに、こちらも国内でとても人気の高かったユミネジ F1 のスペックも右側に記載しています。ではユミネジ S3 Pro のスペックですが、CPU は MediaTek の Helio P70、RAM は 6GB で ROM は 128GB、ディスプレイは6.3インチの 2340×1080 ドット、そしてカメラは背面のメインカメラが4800万画素と1200万画素のデュアルレンズカメラ、前面のインカメラは2000万画素のシングルレンズ。バッテリーは 5150mAh で、OS は Android Line。そして価格は現在の Amazon での販売価格で33,333円となっています。既に販売されているユミネジ F1 との大きな違いとしては、やはりカメラです。ユミネジ F1 の方が前面背面ともに1600万画素のセンサーを搭載していたのが、 S3 Pro では背面のアウトカメラが4800万画素、前面のインカメラを2000万画素と、それぞれ画素数がアップしています。また F1 では RAM 容量が 4GB だったのが、 S3 Pro では 6GB になっています。 6GB というと、現在販売されているフラグシップモデルと同等の容量になります。 CPU も Helio P60 から P70 にアップデートされています。 Helio P60 のアンツツのスコアが約13万点だったのに対し、ヘリオ P70 は14万点台になります。ですので、体感速度的にはほとんど速くなったということを感じないかと思います。一番気になるのは、4800万画素のセンサーで撮影した写真がどのようになるかということですが、残念ながら海外サイトも含め、まだユミネジ S3 Pro のカメラ性能の比較というのはあまり行われていませんので、何とも言えないところではあります。カメラ以外の基本スペックは基本的にユミネジ F1 と共通ですので、そこまで画質にこだわらないのであれば F1 を購入した方がコスパ的には優れているかと思います。なお、先ほど Amazon の新着スマホのランキングを確認したところ、ユミネジ S3 Pro がランキング1位になっていました。入荷予定は4月10日とのことですが、ユミネジ F1 の時と同様、発売直後は在庫不足でなかなか入手しづらい状況が続くかと思います。ですので、もし購入を検討されている方は、早めに注文しておくことをお勧めします。ということで、今回はユミネジの国内公式ショップの方から最新モデルユミネジ S3 Pro の販売がスタートしましたので、ご紹介しました。公式ショップでの販売ページのリンクについては、動画の概要欄の方に貼っておきます。詳細なスペックや最新の在庫状況など気になる方は、概要欄のリンク先の方からチェックしてみてください。今回は以上です。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。